勃起さん。ネタはいつもハゲばかり、五十肩がつらい毎日、毎日毎日うざいポストをするパキポキです。はい、パキパキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は土曜日ということで、皆さんお休みでしょうね。はい、お疲れ様でございます。こちらの方ね、すっごい晴れてます。今日曇りって言ってたんですけど、なんのなんの、全然全然快晴ですよ。もうどうな、この暑さというかこの日差しは植物にとって最高かよじゃないですかね、多分ね。はい、なんかそんな感じがしますよ。はい、皆さんのお宅はいかがですかね。場所によって違うのかなとか思うんですけど、週末がやっぱこうやってね、あの晴れるとやっぱ皆さんやっぱいいですよね。はい、なんかええ感じじゃないですか。ええ感じじゃないですかで思い出しましたですけど、窓際マダガスカル、マダガスカルとか言ったマダガスカルですね。私があの窓際に置いてるエリアのことを言うてるんですけど、気候流が多分動き出してます。はーい。ああ、よかったよかった。ちゅうことで、ちょっと水をちょろちょろやっておりますよ。皆さんのお宅の亀甲流さん、おかめさんはどうですかね。はい、水やりしてます？あんまりなんかバシャバシャこうやらんがええんちゃうんっていう感じがあるんですけど、やっぱこうでかくするためにはやっぱがっつりお水やったらいいのかなとか思ったりですね、するんですけど、やっぱね、ここら辺の植物たちもやっぱ雨に当たらせてあげた方がいいのかなとかってやっぱ思うわけですよ。だけどね、外に出すわけにもいかんしね、とかってね、思ってるんですけどね。はい。まあ、今年思ったのがやっぱ雨、自然。ね、自然の結局、恵みっていうのはすごいんだなっていうのがよくわかりました。だからやっぱ水道水とは違うなんかやっぱあるんでしょうね。なんですか、カルキが入ってるから消毒になるとか虫除けになるとかっていう、サイトとかもありますけど、その実際わかんないですよね。もう食われるときは食われるって、ほんと。私のあの、従業してるアガベちゃんだって、もうアガベも、ちょっと黒くなったりやっぱしてますもんね。穴が開いたりね。ただ、それが自然でいいやねすか、とか言って思いながらですね。それで元気にこう、植物が動いてあるんやったら、それでいいんじゃないかな、とかって、いう言い訳。まあそんな感じですね。昨日は、サイマンさんライブしてましたね。で、怪獣とコーヒーさんもちょっとゲリラ的に、蜂のライブをされておりましてですね。で、サブシマさんもいつものようにライブされてましてですね。なんか心なしかちょっとライブの数が、減ってる？それとも増えてる？っていう感じですね。昨日ホワイトカンセリーさんたちも立ち上げてましてですね。まあなかなかちょっと、お話がよくわからない時があるので、あんまり 見たりできないんですけどですね。なんかこう、ライブのあり方っていうのがね、なんか楽しいライブがこう増えるといいなとかって思うんですけどね。なかなか、なかなかっていうね、やっぱ販売する以外であげるわけにもいかんよね、とか言っていう感じなんでしょうかね。どんな感じなんかなとかって思いますよ。しかしこの天気いいねー、ほんと。ちょうど私が車止めてるですね、裏の方に池があるんですけど、もうちょっと水減ってましたもんね。ちょっとこのそっちの問題がありますよね、水不足っていうのがね。やっぱね、どんなかなとかって思いますよね。はい、じゃあこの続きはまた後でーす。ブレーキ、はい、パキポキさんのブレーキ続きですということで、お休み初日いかがお過ごしでしょうか。私は相変わらずザマーミローですで頑張っておりますがということなんですけど、いやーちょっとなんだかんだ言ってまだ暑いっしょ。ちょっと窓開けとってもちょっと暑いということなので、ちょっとエアコンつけさせてもらっております。はい、まだ暑い暑いということで、今日はちょっと外で、冷蔵庫磨くっていう感じの仕事をするんですけどね。はい。
昨日の夜なんか体調ちょっと崩してですね、体調って言っても定期的にあるちょっとこう症状なんですけど、うわー腹が痛いということでピーピーになって、その後に油汗が出てバタンと倒れるという、まあ、なんとかって言うんですよ。これネットで調べたら同じ経験する人がおって、まあ飲み会に行ったりしていきなりこうバタンとこう倒れる、あれとは違うんですよ。貧血とかとちょっと違うんですよね。でもまあ症状なんかそんな感じで、で肩から見たら、おい何しようよお前おいとか言って言うような症状なので、深刻には見えないんですよ。それも誰でも同じみたいですね。深刻に見えない。私が前勤めてた、会社の時に支店長というか社長というか、話をしてる時にそれが来てから、すいません倒れますとか言ってバタンでなんかそんな記憶がありますけど、でそれを回避するのはなんと全部出してしまって横になる、もうそれだけしかないです。もう時が経つのを待つだけ、音を打収まるのね、なんなんやろうねとかって思うんですけどね。だからそういうの診断してもこう薬をもらったりとか、それだけ普段はもう出ないからいきなり出るんですよ。なんなんやろうなとか思いますね。まあ引き続きそれと付き合いながら気をつけて、生きていこうと思います。はい、どうでもいい話。バンキシャの吉野さん、なんかもう今朝から、なんか昨日深夜から出張っていうのは今朝になったんですかね。なんか昨日行くやなかったのかなとか思いながら、はい、北陸ですかね、遠慮楽の方に向かってるみたいですけどね、どんな感じでポストしてくるんだろうかとか思いながら、ただちょっと長距離になると尻がね、なんかドーナツクッションを、されてありましたですけど、どうなんかなーって。結構でも吉野さん行ってるのかな、そうなのかな、結構車乗るのは自分の方が乗っとるから俺の方が地になってもおかしくないやけどなとか思うんですけど、そうじゃないんですね。意外とケチ弱いんだな違うかっていう感じですかねそんな感じがしますね。はい、明日が遠慮役？違うよね。今日なの？違うよな。明日ですよね。一日だけなのかな。一日だけのためやったらすごいね。それを目指していってるっていうのはね。岡山からその石川っていうかね。何時間かかるんでしょうね。すげえな。多分九州に行くよりも、遠いじゃないと？ここから岡山で行くのでも、2時間はかかるよね、多分ね、高速でね。そう思います。だって、山口でしょ、広島でしょ、で、その次ぐらいですね。結構長いんですよね、山口から広島が長いんですよ。なんかね、眠くなるスポットがあるんですけどね。いい感じですね、でもね、そうやって遠征して。なんかぜひね、楽しんで。もらえればなと思いますけど、帰りたくないでしょうね。行きはよいよい、帰りはきついっていうね、なんかそんな感じで、そのたまらんすよね。そんな感じがしますね。さて、で明日は日曜日ということで、もう一日休みですね。皆さんゆっくり休んでくださいねということで、私は相も変わらずお仕事ですよ。ガマミロですで頑張っていこうと思います。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうと思います。良い週末を。Take it easy. いつも優しくて。君が調子悪そうにしているなんて一体どうしてで、神様それないぜ。そっと見守ろうか、それとも直で聞いてみようか、傷つけてしまわないか、わかんないけど